遺伝研の、BBB 遺伝研究センターの小笠原と申します。なんかえらいシリアスな話だったんですけれども、今日は実務屋さん、若い人の実務屋向けの実務屋的な話なのかと思って、私も実務屋ですから実務屋の話をしに来たんですけれども、タイトルとしては、DNA データベースの使い方です。で、皆さんぐらいの若い方だったら、データベース見れば、まあ、使い方は分かると思いますので、今日はどっちかというとその画面から見えない、DNA データマークには何が入っているのか、まあ、配列が入っているんですけど、他に、どんな風に入っているのかというのが、分かっていただければいいかと思います。で、この AJAX14 リンクのページに、DNA データベースの使い方のところにリンクを貼りましたので、ここを立てていただきますと演習問題のページに飛びましてですね、これの話をします。で、途中で一回止めて、ここ演習問題の話をするしますけれども、まあ、一遍にアクセスすると、サーバーが動けるかもしれないので、まあ、話を聞きながら、サミダリ式にちょっといじっててください。今日の話の内容は、まずひとしきり DDBJ、 ひとしきり DDBJ エンブル全版って、まあ、古典的なデータベースについて、どんなふう書式とディビジョンがどういうふうになっているか、どんな書式でデータが入っているかというと、あとディビジョンというやつですね。皆さんご存知でしょうか。これについて、説明します。それで一回さっきの演習をちょっと一回やって、それから、DBCLS から公開しております、DNA データベースソーラント検索というページについて、簡単に説明しまして、そこではデータベース全体が見られるようにデータの分類がされているんですけど、そのデータの分類ってどんな風にされているのかという話と、あとはまあ使い方をちょっとやって、まあ、時間があったら演習をもう一回、これについての演習をちょっとやります。これ何分まで話していいんですかね。適当にやっておきましょうか。まず、DDBJ エンブル全版についてですけども、役割についてですけれども、皆さんご存知ですかね。やってることは塩基配列データを収集して、皆さん万人に公開することがその役割です。で、DNA の塩基配列を決定したら論文に出す前に、この DDBJ、遺伝系にある DDBJ か、EDI にあるエンブルか、NCDI にある全版かのいずれかに配列を登録して、あらかじめアクセション番号をもらってから、まあ、論文に発表するということになります。ここかここかここかどれかに登録してくださいということです。で、登録されたこともある方もおられるかもしれませんけど、登録の仕方は DDBJ のホームページに書いてまして、まず、Sakura というシステム、 DDBJ だったら Sakura というシステムか、あるいは用が良ければ大量登録というシステムを使ってデータを登録します。その時に必要な情報というのはこういうことです。で、コンタクトパーソンというのは、作業しているその人じゃなくて、そのデータに責任を持てる誰か、責任者のことですを、まあ、これだけのデータを持ってこのシステムにアクセスに行って、データを登録してください。そうすると、あのデータという方々がいまして、そのデータがおかしくないかっていうのを、まあ、一通り見まして、だいたい1週間ぐらい経ちますと、アクセンション番号が発行されまして、指定された日付に分かれて公開ということになります。で、公開されたデータってどんな風に見えるかっていうと、これが、生のあんまり見ない人も多いと思うんですけれども、これが DDBJ、 あるいは全版と DDBJ のフォーマットはほとんど同じなんですけれども、DDBJ 全版のフラットファイルの書式です。まあ、こんな風にダークになっていまして、ちょっと拡大しますと、まあ、似たようなパターンの書式になっています。1行目がローパス行って言って、ここにアクセション番号が書いてあって、配列の何となって、どんな種類の配列であるかっていうのが書いてあって、ここにディビジョンっていうのが
書いてあります。で、人間を生むディフィニー諸行というのが、まあ、遺伝子の名前でして、このディフィニー諸行を名前付けるのは、あのテータの人が、まあ、付けてます。最終的にはテータの人が付けてるので、大体コントロールされてるんですけど、完全にはコントロールされてないというのは後で練習の時にお見せします。で、次に生物種の名前が書いてあって、まあ、リメージがこう書いてあって、あとリファレンスがあって、その下にこうフィーチャーっていうのがありまして、これが、まあ、いわゆるデータベースのメタデータに相当するところで、これを、この書式がどうするべきかっていうのをいつも DBG ジェンバック、ケンブルの3社で会議をして、毎年年に1回集まって、ここの書式について、変更しなくちゃいけない点はないかということを、まあ、議論しています。で、最後に配列がある。ここがフィーチャーテーブル。DBBJ 全般から大体同じ書式なんですけども、エンブルは、ちょっとだけ形が違いまして、まず先頭行にこう、なんか2文字ずつずっと書いてある。これはまあプログラムでパースするときに楽ちんになるようにこう ついています。あと、大きな違いとしては、最初に DBBJ 全般の場合は、最終更新日時が書いてあるんですけど、ここは一番最初にいつ発表、公開されたかっていう、そういう日付もついてます。で、書式はこの通りですね。ここに、リビジョンっていうのがちょろっとついてるんですけれども、DBBJ ジェンバンク、エンブルが持っているデータって大体1億点ぐらいありまして、それをいくつかのカテゴリーに分けて、保持しています。で、これがそのカテゴリーの全部なんですけれども、こっちは、このクラシカルって言ってる方は、まあ、人以外だったらキューブっていうのに入っていて、人以外のプライベートだったら、プライベートのところに入っていて、まあ、ゲッシュ類だったらこれに入っていて、上、蒸気以外のマンマルだったらこう入っていて、同じ調子でこう生き物の分類に従ってこう分けられています。それとは別に EST、エクスプレスシグネスタンとかだったら、こういうプロジェクトで出てきた大きなデータですね、が別口に分けられた状態で、別口に分けられて別のディビジョンとしてこう、入っています。で、これが実際どんなものかっていうのは後で、DBCLS から公開されているデータベースのシステムの中を実際に見てもらって、まあ、確認してもらうということにしましょうか。で、ディビジョンのサイズ、まあ、全体像をちょっと、把握してもらうためにディビジョンのサイズっていうのを書きましたけれども、登録数でいくとクラシカルっていって生物種ごとに分けられていたやつはまあこのぐらいで、EST もまあ非常に多い。で、延長でいくとコンっていう、コンティングのところがまあ多いんですけど、これコンティングっていうのは、配列つないだ結果のデータですので、まあ、見てくれる大きいだけど、まあ、これはちょっとずるな数字なのかもしれません。実際にコンティングの、データを見ていただければ分かるんですけれども、まあ、ちょっと訳ありの数字であります。で、まあ、全体的にはこんな調子になっています。で、で、今まで説明してきたのがこの DBBJ のリリースデータ、あとデイリーアップデートっていうところなんですけども、今 DBBJ のリリースデータっていうのがちょうど1億件ぐらいあります。で、毎日 DBBJ とエンブルとジェンバンとデータを交換していまして、だいたい1日平均3万本ぐらいですね。非常に多い時もあるし少ない時もあるんですけども、まあ、鍋って考えると3万本ぐらい毎日交換し合っていて、毎日交換してますので、どのデータベース調べても内容はほぼ同じという状態になっています。で、その次に、これとは別にホールゲノムショットガンの配列を別に持っています。で、これは、更新は、不定期で更新がされてまして、で、大体6000本ぐらいですかね。6000本か何千本の間ぐらいに入っています。で、最近このトレースアーカイブとショートリーダーアーカイブっていうのを、DBBJ でも始めましたという。そんな状態です。で、ここまでの知識で、ちょっとコンピューターでちこちこやってもらいたいんですけれども、
最初の演習は、DDBJ とジェンバンスと、アンサンブルという2次のデータベースもあるんですけど、そいつらに対して、ジュリーさんですから、予報刺激ホルモンとかそういうのが特にですかね。どうですかね。予報刺激ホルモンというのをキーワードとして探してみてください。で、言い方は、まあ、ホリプルスとミルキングホルモンという言い方と、ポリトロピンという言い方がありますよね。で、両方で検索してみてもらっていいですかね。それがまあ演習の1-1で、1問目で、2つ目は、まあ、ややこしい例ばかり持ってきてるんですけども、副腎皮質刺激ホルモンをキーワードとして検索してみてください。こいつは、ご存知の方も多いと思いますけども、プロピオルナノコルチンって POMC っていうでかい、タンパクがあって、そいつがこう、後でホースで切られて出てくる、ホルモンですよね。で、こういう状態の時に ACTH ってこの3つの名前で引いたら何が起こるのかっていうのを、まあ、もちろん POMC で引いたら出てくるに決まってるんですけども、産物の名前で引いたら何が起こるのかっていうのを確かめてみてもらえませんでしょうか。さらに3問目があって、少し意地悪な、さらにまた意地悪な例ですけれども、この DDBJ とかジェンバークとかアンサンブルを使って、ドロソフィラメラノガスタのホワイトっていう遺伝子をの配列を探し当ててください。これはまあ由緒正しい、モルガンが一番最初に見つけた最初の一代最初の遺伝子ですね。こんな最初の遺伝子だから非常に一般的な名前がついてますけど、これを探しに行くのは結構大変であります。時間がないので、音でやってしまいますと、検索されたらすぐお分かりになると思うんですけども、こういう導入物っていうのは完全には、こういう DDBJ や NCBI ジェンバンクでは完全にはコントロールされてません。で例えばこういう L の36115というアクセションナンバーの遺伝子については、ポリトロピンという単語で引かないと、これはポリトロピンのレセプターですけれども、こいつは絶対に取れてこないという、この文章の中のどこにも、ホリプルスというホルモンが書いてないので、絶対に取れてこないという、そんな状態であります。でも一方、そのアンサンブルみたいな2次のデータベースというのがありまして、こいつをアンサンブルに行って調べてみますと、まあ無事に出てくるわけですね。SSH のブレーカーの、こういうふうに導入はわーっと書いてありますから、これに、まあ、出てくるということです。
ていただくと、分かりになると思うんですけど、この3番の、ホワイトの遺伝子を探すっていうのは意外と、面倒くさいんですけど、ホワイトの遺伝子の元のメッセンジャー RNA ですね、を探すっていうのが結構面倒くさいんです。で、こいつは答えから言うと X の51749っていうやつが探し当ててほしいんですけども、こいつにたどり着くにはアンサンブルから行くのが確率で、これのたどり方を見ると、データベースの構造っていうのが分かると思うんですけども、アンサンブルで、ホワイトっていうキーワードでドロソフィラを検索すると、まずジーンというところに行っていただいて、ホワイト遺伝子に相当する、アンサンブルの遺伝子を探しに行くと、こいつがホワイトの遺伝子座です。で、実際にジェンバンクとかに入っているメッセンジャー RNA にたどり着きたいと思ったら、ちょっと複雑なことをしなくちゃいけなくて、トランスクリプト ID に行って、アイデンティファイアっていうのを叩いてもらうと、いろんな他の遺伝子、他のデータベースの ID が出てきます。で、その中のアンサンブル、アントレジーンっていうのに行ってもらって、ユニジーンの、ID を探すということをやるんですね。で、ユニジーンっていうの、この辺のこと、詳しくないと意味わからないかもしれませんけれども、分からなかった人はちょっと時間がないので後で質問してください。こいつが探してほしかったメッセンジャー RNA です。ユニジーンというのは、最初にメッセンジャー RNA を、種にして、その割に EST をつけて EST をこう買っていって、それで、モデルの遺伝子を作っていって、で、ゲノム中に何個ぐらい遺伝子があるかっていうのを、推定する一つのやり方です。で、それを見ると、そのミニジーのクラスターっていうのはもともとどんな配列でできてたのかっていうのが書いてありますので、それを使って、いわゆるホワイトのメッセンジャー RNA どれなのかっていうのが分かるという感じになります。キーワードで検索するといろいろ出てくるんですけど、どれが当たりかっていうのはちょっとそれを見ただけでは分かりにくい。次に DNA のデータベース総覧と検索について、説明します。これは DBCLS から出している、サービスでして、先ほどご覧になった通り DDBJ とか ENVL とか GenBank のデータというのは、1配列1エントリーです。1つのアクセッション番号というのは、1つの配列に対して出るものであって、ですけれども、各その配列、各エントリーっていうのは、もともとは何らかのプロジェクトから由来しているわけです。ですけれども、DBBJ のデータの中を見ると、そういうどのプロジェクト由来かっていうのがよくわからないので、データをプロジェクト内にまとめ直すと。で、これによって、DNA データバッグにはどんなデータが入っているのかっていうのが一望できるようになる。そういうことを、オブジェクトとして作った。サービスです。で、エントリーをプロジェクト単位にまとめるっていうのはどういうふうにやるかというと、リファレンスのタイトルよりジャーナルが同一であれば同じプロジェクトと見ます。で、複数リファレンスがあったら全部その組み合わせで、組み合わせが同じだったら同じプロジェクトと見ます。
で、これをやると、1億円取り合ったものが大体60万ぐらいのプロジェクトにまとめられます。で、さらに、こういうリファレンスとかの中に入っている、こういう国名とか都市名を使って、これを、あらかじめ準備した辞書とマッチさせることによって、登録国、どの国の人が登録したデータなのかというのを、逆算するわけです。で、そうやってまとめたプロジェクトを今度は、生物の区分と生物研究の型別分類の2軸で、分類します。画面のこの上の方のこれが生物の区分で、下側が、研究の型別分類です。で、生物の区分の方は、ディビジョン、進んだ方がいいですね。EST、GSS、こういう、こういう生物の分類群で分類されてないデータっていうのがありますから、これを、こっちの、生物群で分類されているデータにのこの区分になるようにこいつをばらして入れたのが、生物の区分。で、次に研究の型別分類ですけども、まあ、目的はこのたくさんあるデータを一望することなんですけれども、なるべく客観的な分類になるように、まあ、考えてフローを作ってあります。で、フローの内容はこの通りなんですけども、生物別ではないディビジョンのエントリーのプロジェクト内で採択、つまり、こういうコンとか、HDG とか HTC とかこういうのが最多のようなプロジェクトの場合は、そのディビジョンの名前のところに分類し、また分類してしまいます。次に、配列のタイプによって、メッセンジャー RNA だったらトランスクリプトの、またその他 RNA だったら、機能性 RNA、RNA ゲノム型、DNA のサーキュラーだったらオルガネラゲノム型に分類します。で、あとは、フィーチャーテーブルの中の、アイソレートっていうのとストレインっていうところを見まして、それが多種類だったら、民族、ユーザー型に分類します。で、研究対象が特定の遺伝子なのか、多種類なのかによってこうやって分類するという、このフローで、分類します。で、これについては、ヘルプを、まあ、整理しているところなんですけれども、まだ整理しきれてないかもしれませんが、まあ、見ていただいて、こういう分類なんだというのを理解していただいて、使ってください。で、画面を見ていただいて、実際にいじくりながら聞いていただければいいと思うんですけれども、まあ、使い方はそんなに難しくないと思うので、要点だけ簡単に触ってみますと、検索にはレコード検索と、プロジェクト検索というのがあります。で、レコード検索というのは、プロジェクトに含まれる全エントリーの配列を除く全部分を検索対象にしています。プロジェクト検索というのは、プロジェクトの判別に用いたこのリファレンスの部分と、国名とか生物分類とかプロジェクト分類を検索対象にしています。あとたくさん機能があって、一つ一つ説明しようかと思ったんですけど、時間がないようですので、後でページとかにアップしておきますので、やってみてください。時間がないので飛ばします。いくつか トピック的なところだけ説明しますと、パテントディビジョン、特許のディビジョンというのがありまして、これのところを見ていただきますと、特許広報へのリンクがあったり、登録特許庁元の統計が、見られたりします。ですから、特許に結構興味のある方は、どうぞ使ってください。あと、生物名の和名表示っていうのができまして、
そのプロジェクト名っていうのはさっきのリファレンスの、リファレンスの論文のタイトルのところが使われてるんですけれども、そこの中に学名があったらそれを自動的に、こっちが、今、開発中の、学名を和名に直す辞書を使って、和名に直した状態で表示しています。でここをクリックしてもらいますと、生物名の辞書に辞書のビューアーに飛びまして、例えばこういうところで、学名をクリックしてもらいますと、こういうページに飛びまして、タクソノミーが見られるという仕組みになっています。でこのタクソノミーの構造自体は NCBI タクソノミーといって、ジェンバンクのデータを整理するときにどの生物から取ったのかっていうのを明示する必要があって、でそれを明示するために作ったタクソノミーのデータベースなんですけれども、それをバックグラウンド、それをまあ軸として使っていて、それを和名に直すとどうなるかっていうのを見るためのビューアーです。でここ獣医学科ですから分類得意なのかもしれませんけれども、全生物種っていうのは、150万、この本でいくと140万種って書いてありますけども、140万種ってこういう割合で、種があります。で、今現在我々のところで、こういう色の生物種の学名を和名にするっていう、学名に対する和名の辞書を作るってことをやってるんですけども、今やってるのはこの中の動物の中の、脊椎動物のところが大体終わりまして、次に魔界産の脊椎動物のところをやろうとしています。で、今全生物種が150万に対して、NCBI タクソノミーにあるやつが30万種ぐらいですね。でその中の、今和名にマッチするものが5万ぐらいという状況ですね。その和名にマッチするというのは種名だけじゃなくて、他のところにも当たってますから、実際にもちょっと少ないんですけれども、5万弱ぐらいのところに当たるという感じになってます。これが、辞書構築プロジェクトのページでして、いろんな辞書を作ってるんですけども、学名のところどんな風に、公開されてるかっていうのをちょっと見ますと、今こんな書式で、公開しようとしています。でなんでこういうことをやろうとしてるかというと、多くの場合普通は、リレーショナルデータベースにこういうデータっていうのを入れて、やるのは教科書的なやり方なのです。リレーショナルデータベース使った方っていうのはどのぐらいいられるかあれですけれども、リレーショナルデータベースの泣きどころは、例えば、どんな本の、和名だ、ある本の、和名だけを集めたテーブルとか、ある本の、解説だけを集めたテーブルみたいなのを作って、小さいテーブルが山ほどできるわけです。でそれをやると、テーブルの構造スキーマっていうのを、詳細に記述しなくちゃいけなくて、それを読み解くのが大変なので、この書式で、このミソは一行に全部の情報を書いてしまって、スキーマいらずの状態にしようという、試みをやっています。で使い方としては、和名だけ集めたかったらこの和名っていうところをマッチさせて、これでフィルターかけてやると、パソッと和名が集まってくる、あるいは、ある本の名前を入れてあげると、その本の名前、本の中に書いてあるテーブルだけが集まっている、そういうような使い方ができるようになっています。で、これは試みですので、あれですが、こういう形でデータを公開しています。
まあ、以上です。はい。